この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。 今日からグリーーンンコミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球にやさしい生活スタイルを提案しますさあ、えー、この番組は生放送でお届けしているんですけれども2月も後半に入りまして春はもう,もう3月がそこに来ているっていうそんな感じなんですけれども今日なんかはだいぶ。 こう春の装いというか暖か暖かくなってきたなというね空も青いですしいい感じですさあ、えー、皆様は風邪ひいてらっしゃいませんかはいさあ今回はもっと京都を知ろう京都朝歩きそんなテーマでお届けします小鳥会の三人の女性がお客様ですさあ、えー、自己紹介していただきましょう皆さんこんにちはこんにちはいはい あ、いろんなお声ですね <laughs>、はい、はい、それでは私の一番そばからいらっしゃる方はどなたでしょうか、はいえー、私本の中で姉さんと呼ばれております山田涼子と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします 普段どういうういいお仕事されてるんでしょうか、はい、私はあのライターですので取材に行って文章を書くというのがメインのお仕事なんですけれどもテレビのネタ出しといったリサーチャーであったりとか京都で行われるイベントのコーディネーターであったりとかであとは私はあの二足のわらじで高校で現代文も教えてますので国語の先生もやっておりますすそうなんですかほう今時の高校生ってどうですか まあ、憎たらしいですけど、可愛いですね。憎 <laughs> たらしいけど、可愛い。<laughs> はい、そうですか。はい、現代国語の先生。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお,願いしますおはい。そして、えー、どうでしょうか。ゆうこさん。お願いします。はい、自己紹介。私は、私も同じくライターをしています。えずみゆうこと申します。えずみさんです、ね。えずみです。はい。江はい、あの、えずみが多いんですけど、私の家系はえずみです。はい。はい。 普段はあの雑誌の京都特集があったらあのお店取材に行ったり、あとは企業の雑誌を作ったり、ウェブでコラムを書いたりしています。はい、よろしくお願いします。はい、そして一番こうお若いのではないかなと想像したんですが、<laughs> はい、どなたでしょうか。<laughs> えっと私はあの本で辻ちゃんこと、えー、イラあのイラストレーターの辻広美です。 私は、あの、普段は、あの、フリーランスのイラストレーターとして。えっと、雑誌や、あの、企業の冊子とか、あと、ブランドのイメージのイラストなどを。描く仕事をしています。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。そして、えー、三人で、このユニットを組んでいらっしゃる。この小鳥会。って、一体、どういう会なんでしょう、小鳥会。ひらがなですよね。はい。はい、え。 江さんはい、最初はみんなフリーランスの女子であの集まって仕事のこととかを話してたんですけども年代3人違いますよね、はい、でタイプも違うなと思うんですが、はい、あのどういう,こうきっかけで3人が一緒になるっていうふうになったんでしょう、はい、最初のきっかけは私ライターとして活動してた時に、はい、先輩もいなくて他のライターさんがどうやって仕事してるのか知りたくて。 で山田姉さんのブログに行き着いて、はい、読者だったんですねファンというか。<ー>でそこでコメントして姉さんが、はい、あのイベントに一緒に行こうということになってでその時ももともとちゃんと姉さんは友達で知り合ってた中に私が入れてもらったっていう感じですね。はい、あそうなななんんですか一見してなんか頼りになるなっていう山田お姉さんは、はい そういうい存在実は私優<際>子が年一番年上なんですけど年下なんですけど貫禄がもう姉さん,姉さんはい、はい、ああそうなんですか、はいはい、そしてそのライターとしてやっぱりそういうライターって、あのー、誰かが教えてくれるかっていうとそうではない部類の仕事になりますよねはい。うんはいはい そしたら山田先生はい山田さんの仕事ぶりを見させてもらって読んでてで会ってからもいろんな相談をして3人でフリーランスは誰も上司がいないので働き方について相談したり確かにフリーランスは上司がいないって確かにそうですね自分たちで道を作っていくっていうそんな感じですもんね。そそうですかして この小鳥会という会はこうどういうきっかけでそのじゃあそういうユニットというかチーム名にしようと思ったんですか、はい、そうです、ね、あの<想>3人で結構会ったりする中でふだん我々が取材に行っているお店っていうのはもちろんあのねっ いいろいろお高いところもあればカジュアルのところもあればみたいな形なんですけれどもでも実際に例えば今からだったら春の特集が今動いてる時期なんですけれども実際桜を見ずに文章を書いたりとか<え>っやっぱり行ってないんだけど資料書いたりとかっていうことが多くてで実際には有名やけど行ったことない場所とかお店とか食べたことないものとかっていうのが多いよねっていう話になった中で。はい 一人で行くのはなかなか気遅れするけど3人でやったらいけるんじゃないっていう話をして少しちょっとこういつもよりはいい装いでお着物着たりとかしながらちょっとこうあのハードルの高いお店に行ってみたりとかっていうことをしつつ自分たちの目で確かめて本当にいいもんってんやっていうことをちょっと探っていこうかみたいな話をしながら食事会だったりとかまあちょっと伝統文化を見に行ったりとかっていうようなことをしてたんですね。 でそれになんかこうせっかくやから名前付けようかみたいなちょっと文化祭乗りというかはい、はい、なった時にあの取材上がりで帰、まあ、来たあの優子さんが「これをお土産」って言って渡してくれた小鳥のまあなんかキーホルダーというか布製の。であじゃあもう小鳥描いでいいんじゃないみたいな感じにその場で直結してしまい、はいはい、でそこからあの後付けで目的をありやこれやと考えるようになったんですけど。 あの行った際にやっぱりどうしても我々そういう仕事をしているのでアウトプットもしたいよねっていう話をしてたんですけど、うん、まあその時にこのイラストレーターの辻が自分のブログの中で絵日記を書いて発表してくれてて、はい、それが予想外に評判良かったよね、はい、あなんか面白いって言っていただいてご飯食べ行った様子をもうそのまま絵日記にしてブログであの出してたんですけどもはい。あのー ラジオ聴きの皆様この辻さん辻宏美さんの絵がどんなんかなって思っておられると思うんですけれども、ね <laughs> ね、本当にあまり他にないっていうか味があるっていうか温かいっていうか、はい、その辻さんのハートがこういう絵に表れているんじゃないかなって思うんですけどもね。う ちょっと辻さんの絵を表現してみてみいただけますか <laughs> そうですね今やっぱりイラストレーターの方もデジタルに移行が本当に激しくなっている中で、まあ、彼女は本当にアナログで手で一枚一枚描いてますし字ももちろん直筆で書いてますのであの修正が入ると位置からやり直すっていうことももちろんありますし。<laughs> はい あのパッと画面上で色だけ変えてくださいみたいなこともできない仕事の仕方をしているのであの私らからする、ね、一緒に働いているメンバーからすると、うん、大丈夫なんかな無駄おうないんかな、うん、とかって思いますけど。<laughs> うん でもそのふんわりした色合いだったりとか、まあ、画風ももちろんそうなんですけどあの美人画を得意としているところであったりとかあとあの本人も着物をもちろん着ますしお稽古も行ってるんですけどそういう和のものに対する興味心みたいなものもすごく絵に表れてますしねなんかあの先ほどおっしゃっていただいたような温かさというかほんわりしたような。はい なんかニュアンスっていうのが、まあ、今回は本当に彼女のイラストに助けられて一冊の本が仕上がったなと私とお子さんは思ってますので、うん、本の話はまだ出ていないんですけど今本を見ながらお <laughs> <laughs> 話ししましたので、はい、まあ本もあの出来上がったというところなんですけれどもこの、はい、まず小鳥会の話に戻しますと、まあ、3人そういう,こう,、えー、もう自然発生的とも言えるというそんな感じですね。 はい、そしてこの「小鳥会」という,こう名前をつけて具体的にはどういうことをされたんですかその、まあ、あまりにも辻の絵日記がなんか評判が良かったので私と優子さんは乗っかるかみたいな気持ちもあり <laughs> でやっぱりインプットしたらアウトプットしたい賞なんでしょうね、うん、3人とも仕事柄。で でもそれをこうネットであったりとかまあ今はすごくあの誰もがみんな個人で情報を発信できるような SNS が発達してますけれどもでもだからこそちょっとアナログに神に戻りたいっていう気持ちが3人ともあって基本的に神好き本好きみたいな形でこの仕事をしているので,であえてフリーペーパーを作ろうっていうことで,で3人であのもう不定期なんですけれどもあのちっちゃいはがきサイズのフリーペーパーを 作るに至るんですね。さっきいただいたのでちょっと机の上に置いてきましたね。はい。まああのそれがまた非常によくできているというお持ちじゃないですか。<あ>そうですか。す <laughs> かわ、はいはい。あのそれが本当に可愛くってあのそれはどういうフリーペーパーどれぐらいのペースで出されたんでしょう。まあ最初は一年間に三四号ぐらい出して、うん。 ただ、まあ、本当にあの自分たちの持ち出しといいますか手弁当で作っておりまして、えー、広告も一切取ってないですしであの、まあ、言った自分たちで印刷代も払ってるっていう状態でフリーペーパーにしたので。うん そう頻繁に <laughs> 作れるほどまあ暇でもなくっていうのもそのフリーペーパーはどういう場所に置かれたんですか本当に私たちが3人がよくお世話になっている飲食店だったり雑貨店だったりカフェだったりあとはちっちゃな本屋さんだったりっていう形であの本当にわれわれが持って行ってすいません置いてくださいって言って置いてもらうっていうそこもあのアナログで足で稼ぐ感じでしたね、うん。あそうですかはい、まあ 今は本当にこの SNS で何かを PR したりとかそういうデジタルな世の中でそういうアナログと理解がアナログな活動といっても別に間違いではないですよね。そうでですねなの,であのやっぱり 遠方の方というか京都市内の方はここに置いてますよって言えばそこへねあの足を運んでいただければ手に取ってもらえるんですけれどもあのそうじゃない他府県の方には一,一応ブログを使いながら告知をしてで返信用の封筒を、はい、あの入れていただいて切手を貼ってであのお手紙と一緒に我々のところに送ってもらうと我々がそのお返事を書いて。 で切手が貼られている布団の中にその琴櫂枝よりは入れて送り返すっていう、えー、あの一昔前のなんかリボンの全プレみたいな感じの <laughs> <ー>作業をずっとしてましたね。いいねそうなんですかだからこそこの今琴理解がこう花開いてるんではないかなというふうに思うんですけれどもさあ今この映像をご覧の方はこれは一体何だろうとすてきなあのひ、えー、表紙の本だなというふうに思ってらっしゃると思うんですが。 昨年の10月に去年の10月に本を出されたんですよね。はいはい、満を持して、マ、まあ、を自始て、それはどういう満を持してですか。<laughs> 本当にあの一年目の段階で我々三人ともあの抱負を決めたんですよね。はい、で一つはグッズを作る、グッズ作るで一つはまあリアルこと理解を開催する、<う>でまあまあ大きく夢を持って本を作ろうみたいなことだったんですね。 で結構そのリアルト理会はまあ意外と簡単にできたというかイベントですね3人だけじゃなく他の人も募って例えば実国船、ね、春は乗りに行ったり、えー、あとさそれ三人だけかな三島邸にすき焼きを食べに行ったりとか,そ,そ,、はい、りとかそうイベントですね<ー>みんなで。 京都を楽しもうっていう。そうです小鳥海主催の朝です。そうですそうです。リアル小鳥海。はい。いやいいですね。で、それは一つまあ今でいうところのオフ会みたいな形で一つ実行させてもらって、でそこからまあはいグッズを作るのも一体グッズ作られたんですか。えポストカードから始まってで手ぬぐい開始といった形で結構あの通じのイラストを活かしたもので、あのちょっとステーショナリー的なものを作ったりとか。 でそれも比較的あの展覧会も一度させていただいた時にあの物販として売ったりとかっていうのもやっていていやここまでは結構順調やったんですよ。はい、<laughs> なんですけどなかなか本を出すに至るに <laughs> まあまあ年月がかかってましてータる結成から5年,5年やっとやっと出ました我らの一冊です。<laughs> あそうなんですか <laughs>、はい、去年の10月に不走者から出された「この京都朝歩き」という。はいこう 本なんですけれども年年の年月がかかっているんですねそうですねあのすごくお世話になった編集さんとの出会いがあってその5年の間に今日一緒に来てらっしゃる神崎さんお <laughs>、はい、前の神崎さんはい、はい、でそのまあ出会いがあった上で何か京都本を作りませんかっていうお声をかけていただいた際にあぜひやりたいですっていうことで企画からこう練ってその神崎さんからのご提案なんですか あのちょうど辻がなんかイベントで出会ったよね、神崎さんと。はい、私はあのイラストレーターとして、あのちょっと。トークイベントに出た時に、あの聞きに来られてた。はい、神崎さんがです。はい、神崎さんにちょっと京都本。そういうのを作ら、はい、作りませんかというお話を。いただいて、でこと理解で活動しているお話をして、あのトークショーの時にしてましたので、興味を持っていただいて。あの、そういう。形になりました。あそうすると、やっぱりそういう。 目の付けどころというかその編集の神崎さんもやっぱりこれを本にしたら面白いんじゃないかという、うん、やっぱりそう思わせたというそういうことですよねだと思いますだ、ね、<laughs> 聞いていらっしゃると <laughs> <laughs> そうですかはい。じゃあ、えー、この後はこの、えー、出された京都朝歩きの本について詳しく伺いましょう 先ほどお話があったこの小鳥会の出された機関紙というか何でしたっけ？フリーペーパー。はい、フリーペーパー,、ね、ー,ー,パー小鳥会だより。こんなに可愛いんです。この映像をご覧の方。はい。ちょっと説明してください。はい。国の先生。あのまあじゃあ順番に持ってもらって。はい。これ実はですねあの、はい、号数ごとに折り方が変わって ているんですね。今これこうやって観音で開いてますが、これは開くとサイズ的には。はい、あ、その毎回同じ形のサイズ感で折り方を変えるっていう。そうなんです。こっちは縦に開くんですけど。はい、お縦に開いたり、はい、で、これはま、巻くんですね。お<ー>っていうような形で。どなたがお考えですか。これはもう三人で。 より寄り合って全然違いますね。やっぱり、ね、開き方一つで。はい、でこれはあのこの号は着物の話をしているので<う>ちょっと和の感じにしようって言って巻いたんですね。なるほど着物を少し見せて、はい、そしてこの表紙もあの造りというかうはい着物が可愛く、はい、ラストで,で毎回こういった形ですごく、はい、あの まあテーマと合ったイラストで表紙を作るようにまあ辻ちゃんにも、ね、<今>お願いしていてはい秋です読書の秋本の匂いっていうねメインタイトルがついておりますけれどもなんかセンスがあのありますねこれはこうジャバラで<笑><笑> <laughs> ありがとうございますあの辻さんのセンスと思っても良い,いですかあでもこれはこのあの、はい、デザイナーさんがであの デザインしてくださってるのでああ。そうですか。はい、私はこういうあの表紙を一枚書いたり、うん、この。えっ、ー、と、カットを一枚書いたり、単単単単体で書いたイラストを。組み合わせて、こう可愛くしてくださってるデザイナーさんがいるんですけれども。はい。で、まあ、イラストはでも全部書いてます。私。あ,あ、そうですね。はい。あの、この小鳥会のこのユニットは。非常にこう能力をそれぞれお持ちの、違う能力をお持ちの。三人が。 うまくこうマッチングしてるっていうか、えー、そんな気がいたしますが姉さんいかかがでしょうかそうですねあのまあ同じライターとしても全然守備範囲が違うというか、はい、あの彼女はやっぱり可愛らしい雑貨であったりとかカフェであったりとかあとレトロな洋館がお好きなんですけども,、はい、もう私は結構歴女より <laughs> まあだいぶ本の虫なので。で 私はその酒とご飯とい。あの本の中でも、私大体お酒飲んでますんで。その写真、その映画一番よく似てるって言われるね。<laughs> はい、<laughs> <laughs> なので、まあ、その辺は全然キャラが違ったりとか。それこそ、私は、まあ、もちろん一人暮らしをしていますが。まあ、彼女はもう二児の母なので、えー。そうは見えないですね。そやっぱり、あの。はい、ね、気になるものも違ったりとか。そう,かはい、そういう中で、あの五年かかって、この京都朝歩きの本が。はい あの神崎さんの,その編集の神崎さんの「本出してみない?」というそういう一言で出来上がったというところですがこれどういう本と言えるでしょうか本当にもう京都の朝を 存分に楽しんでいただけるような本になってるかと思うんですけれども、はい、一応我々の中では朝10時までを朝という形で,10で、ね、朝10時まで朝ですかよかった。はいはい、<laughs> で、はい、それまでの間にいろんな体験ができたりとか、はい、お食事が楽しめたりとかっていうようなところをご紹介しているんですね。はい、はい でそれを春夏秋冬季節ごとに分けてあの春からご紹介していてでもちろんその季節限定のものもありますけれども、まあ、四季を通して楽しんでいただける場所ではあるんですが、まあ、それを楽しんだ後もじゃあ10時以降ほったらかされても困ると思うのであのその後じゃあどこ行こうかみたいな形でそれぞれが3人がもう徒歩圏内でそのおすすめの場所っていうのを一、まあ、つずつピックアップしているので、まあ、そういったところでも 好みの差が出ているというか選び方に差が出ているというかだいぶキャラクターが出ているかとは思うんですけれどもこういったものを本当に一番最初に本を作ろうかって言った時はもうちょっといろんなことを考えてたんですけど何かちょっと特化した方がいいですよっていう神崎さんのアドバイスを頂戴しましてちょうどその頃タイミングよく京都市さんが朝観光っていうのにすごい力を入れてらっしゃって。 特特に朝に朝化していいたわけじゃなタイミングなんですね。<laughs> でなんか朝観光がすごく注目を浴びてるよっていうのをこう耳に挟む中でやっぱりインバウンドの方もすごく増えてましたし夏前ぐらいから、はい、じゃあその分散化をしないと時間的にもあの京都の街いっぱいになるよっていうのもあって多分京都市さんが頑張って朝もっと朝動きましょうみたいな形で出してらっしゃったものに。 そりゃそうだっていう実感とで我々もじゃあ朝いいざ行ってみようと行ってみたら最初から早起きが得意だった三人っていうわけじゃないあ全くないですねです早起き得意なのは、うん、子さんだけですね私は小池です、ね、<laughs> あそうなんですかまあそういう皆さんのご意見やらアドバイスがあってえじゃあ行ってみようと三人もじゃあ行ってみようというところからスタートしてるんですね、うんはい、これは面白いですね でいざ行くと、まあ、私と松井とかを基本すごく寄り方人間なので眠いって思いながら「<laughs> おはよう」みたいな感じで行ったんですけど、はい、でも行けばやっぱり。 すがすがしい気持ちになったりとか人も少なくて移動もスムーズで,でああさってやっぱりなんだかんだ言いながら三毛の徳やなみたいな話を3人でしてったので、うん、じゃあなんかもうそこにグッと特化したような形でご紹介できればなんかこうへえみたいなことになるんじゃないっていうそうですね、はい、あのやっぱり本屋さんにたくさんの本が並んでいてあこれ面白そうだなと思うきっかけはやっぱり。 この京都、まず京都だけでも、あの結構手に取る要素になるかと思うんですけども。やっぱり朝歩きという、そういう。絞ったテーマ。時間帯があるからこそ、やっぱり、あの。意味が。そう、ね、より大きくなるっていう。興味を持っていただけるかなっていう。そうですね。はい。あの、これが、こう拝見して、あのすごくいいなと思ったのは、やっぱり。それぞれ三人が、あの体験された情報が。 中に書いてあるというところで、はいはい、あの普通のそういう京都案内の本とか、やっぱりそうじゃないですよね。そうですね。あのいろいろ大人の事情もありますしね。水 <laughs> に書いたりします。から資料を読んで、書いたりとか。そうです。なので、普段そうやって仕事をしているので、今回はそういうことはせずに行こうっていうのもあって。はいうん 毎日会ってあの毎日会ってる週とかあったよね今日はどこどこ今日はどこどこみたいな感じで会ってましねこの本の中では「ひ亭の朝ごはん」も食べてらっしゃいますし三条通りの烏丸西入のカフェ家門カフェのあこんなんあったんだと知ってる場所でも意外に朝あんまり行ったことないなっていう方も結構多いと思うんです井の田コーヒーとかそういう。 あのですのであのしあ知ってるお店でもあ知らないことがいっぱいあるんだなっていうふうなことが非常に興味深かったですね。ありがとうございます。そして、えー、春になりましたというところで、はい、<laughs> あのこれから3月になりますがちょっとおすすめの京都をちょっと一つずつ。 まあ春,春、はい、私はレトロ建築が大好きなんですけども。はい、三条通りいっぱいレトロ建築、はいそはいあ。そうなんです。これも、はい、はい、全部、はい、見て回りました。私は。はいはい、で、春でおすすめなのは、京都府庁の旧本館の中庭にしだれ桜が。あるんですけども、はい、それをこうレトロ建築越しに見るっていうのが、私はすごい好きで。はい。 おすすめです。そうですか。時間帯はどのあたりで？はい、時間帯は朝で,、ね、朝ですね。朝ですね。朝人少ないので、写真撮りやすいです,すごいいい写真が。<ー>はい、そしてこうカメラ好きな方はやっぱり朝の光がいいっていうふうなそういうふうに言う人の話も聞いたことがあります。まあ朝ですね。はい。でその九本館は春にねあの観音桜と言われ。 ちょっと桜を見るお祭りみたいなのが期間限定で今年は3月の、はい、3月25日から4月の2日までなので、まあ、その期間に行っていただくとよりあの桜を堪能できるっていう形ですねはい この本を拝見しますとその5年かかったというお言葉がありましたけれども情報が結構新しくって非常に参考になるなっていうそんな感じなんですけれどもやっぱりそのあたりは工夫されたんでしょうかそうかそですね、はい、夏にあの正直なところ6月末ぐらいに号が、はい、企画書に号が出て 1>,、はい、1月の頭からあのお盆を挟んでの9月にはもう納品しないといけないっていう状態で実質2か月ないかなぐらいの形で全部を1から 1>、うん。うん 作ってるんですけれども、であの過去に行ったところもちろんそのままあの使ってる部分もありますけど、新しく取材にも半分以上行ってるので、うん、もう夏は我々 <laughs> ずっと毎朝毎朝こう取材に行ってる状態でやっぱり情報は更新しましたね。そうですか。まあ皆さんのそういうこう足で、えー、情報をちゃんとあの得たというところもありますし、うん、いろんな方のアドバイスのおかげでやっぱり。 この一冊の本が出来上がってるんですね。はい、そうですね。はい、さ春の京都、あの辻さんが。一個、なんか紹介してくれるんですか。春、おすすめの京都。春あ、違う。<laughs> 朝、朝おすすめ。はい。えっと、あ、朝、おすすめ。が、えっと、ムリヤンさん。ムリヤン。はい。はい。えっと。 どこにあるんですかあのあの市内にあるんですけど左京区にあるんですが、はい、山形有友というあの、まあ、歴史の方ですよねの,あの別邸として使われていたところで今すごく美しいお庭をめでることができるんですけど、はい、あのこの時期でも朝8時半から開いてますのでああそうですかもう。 チェックアウトしたらすぐ行くみたいな感じでも見られる場所ですね。すあの早起きすると一日が長いですよね。長いんですよ。<laughs> これがあの一番いいところかもしれません。はい、はい。今日はこのスタジオに見学の女性が来られてるんですけども、はい。ちょっとお名前だけ。本間典子と申します。本間典子さん。はい、はい。東京から。東京からお越しですか。<っ>はい。いかがですか。今日この放送を聞かれて、はい、うん。どんなふうにお感じになりましたでしょうか。 あのもうこの放送はねすごくあのコミュニティラジオとして広くこの町の皆さんに愛されているっていうことを聞いてたんですけれどもとにかくこの小鳥会の皆さんのそれぞれのこうチャーミングなあの持ち味がこの一冊に込められていましてあの私もねはいいい<の>かりりまますてた、はい、ありがとうございました <laughs> 今日は小鳥会の皆さんにお越しいただきました。 谢